んな聞いて。急にな、今事務所におんねんけどな、マネージャーさんからな、なんかこの紙とな、ペンを渡されてん。で、なんでこれ。夏美さんのスキッピーいるじゃないですか。しんちゃん、はい、うん。で、うん、頭のいい人がタイプって言ってたんですよ。え、マジで、はい、え、何の動画でうち見てないじゃあ、ね、好き好き、うち好き。待って、うち大好き。うち大好き。なんで、ちょっと勉強しません？ええー、え、それでこれ？はい。ああ、なるほどね。え、めっちゃ急やん。罰ゲームあって、え？あるんですよ。え、何？何問か出すんですけど、5問ヒントなしで答えれなかったら、一人飯。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、もうリン、もう最悪や。ちょ、待って待って、待って、ちょ、ちょ。もう、じゃあほんまに無理やで。え、行ったことないですか？ない。もう、ほんまに一人でご飯はマジでない。え、全然スキヤとかのない。え、もう無理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 。え、ほんまにこう。だから、5問答えればいいんですよ。しかもめっちゃ簡単なの準備してます。ちょっと待って、これでさ、スキピー、うち、振り置いてくれの。クイズ答えて。え、逆にさ、5問答えれたらなんなの？え、何かリクエスト答えます。え、マジで？はい、じゃあ、5問正解できたら、スキピと恋人つなぎして、原宿歩きたい。いいでしょう。ちょっと待って。え話題のギャルならうちらだし。じゃあめっちゃ簡単なのからいきます。1問目。うん。はい。世界最大珍味は、フォアグラ、キャビア、あと一つ。はい。え、わかる。え、ガチでわかる。これマジわかる。うち。え、ガチでわかんね。はい。え、もう一回、もう一回言って。フォアグラ、キャビア、あと一つ。はい、せーの、いくら。話題のギャルならうちらだし。ブー。嘘やろ。フォアグラ、キャビア、いくらやろ。え、違うの？え、カタカナ？最近、何々ジオみたいなので流行ってます。何々ジオ？何々ジオ。あ、え、シオって何だったっけ？漢字。こんなん？こんなんな、確か。え、わからん。はい、いいで。せーの。うすしよ。話題のギャルならうちらだし。あ、じゃあこれめっちゃ簡単です。はい。これ、まず、これも絶対。はい。うん。ハロウィンに欠かせないかぼちゃを英語で何という？はい。もう、うちだから、英語無理やって。ハロウィンで欠かせないかぼちゃを英語でやんな。はい、ちょ、待って、もう、待って待って待って。あ、わかったかも。あ、待って、どっちやろう。2個書いていい？じゃあ1回2個書いてください。え、どっちかな。え、さっき、いや、いいよ、1個書いちゃう。まず、え、1個目いい？ 1 個目のはどっちかな。1個目、ポトフ。え、何やったっけ。あ、こっち違う。え、じゃあもう一つ書いてください。え、もう一つ書いた。はい、シワ。え、どっちやったっけ。どっちかやんな。でも話題のギャルならうちらだし。ちなみに、あ、待って、分かった。パプリカ。惜しい。え、じゃあ待って、パンダコッタ。え、何やったっけ。パンユーム。じゃあ次いきます。うん、いいよ。バスケットボールにおいて。あ、うち言っていいですか。バスケ部でした、3年間。シュートを放ってから試合終了のブザーが鳴りました。はい。その後にボールがゴールに入る得点のことを何て言うでしょう。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って待って。え、ちょ、待って、わかる。だから、最後やろ。え、これガチで、これ嘘じゃなくてマジいくわ。これガチでやばい、うち。信じていいですか。マジ信じて。え、これ多分、やばい、これいける。だって、ドラマもあったもん。やんな。せーの、ブザービート。正解。よっしゃー。話題のギャルならうちらだし。じゃあいきます。アニメ、ちびまる子ちゃんの作者は。もうだからもうそれ、わかるわけないやん。あ、待って、わかるかも、うち。え、ちびまる子ちゃんの作者。待って。漢字書かれへんけどいい？はい。え、わからん。これかも、うち。せーの、小田和正さん。え、違う？違います。でも惜しいよな。あ、わかった。あー、わかった。ほんまにわかった。え、いけた。はい。はい、秋元康さん。え、違います。あ、わかった、うち。じゃあまた。わかった。うち仲いい。え、わかるかも。はい。おさむさん。話題のギャルならうちらだし。もう絶対わかる。ちなみに女性の名前です。どっち系？ヒント一番上の名前。さあ、もうお前が絶対わからないの。さ、花の名前です。さくら。泰造。あ、女性か。先生。今現在の千円札に書かれている人物は？もう知らないやんって。千円札の人の名前とかそんなうち考えたこと、うち会ったことあんの？その人ないやろ絶対。有名な人やんな、めっちゃ。でもあ、ちょっと分かったかも。じゃ予想でいい？一旦予想。はい、豊田富夫さん。違う。でもなんかさ、統計入ってるような、きっと。わかったかも。豊臣秀夫さん。話題のギャルならうちらだし。下の名前合ってます。秀夫さん。何秀夫？秀夫。秀夫。なんかわかんない、うち。な行。な行。長吉。違う。西沢。違う。ぬるべ根こそぎちゃうよ。なんかあるよな、それ。野尻。野股。野抜け。野抜け。話題のギャルならうちらだし。じゃあことわざ。うわー、もう何がことわざかわからんねんけど。いきます。はい。鬼に。はい、いいですか。鬼にマジでわかんない、うち。はい、もういい？ガチでいい？鬼に目薬。歌舞伎町を漢字で。もうなんでよ。かわかんねん、確かこれやる。どんなやったっけ？なんかこんなやんな。せーの。はい、星。なんかうちここがちゃう気すんねんな。でもなんかこんな感じする。はい、歌舞伎町。話題のギャルならうちらだし。これ何像でしょう？待って、何やったっけそれ。なんか儲けな気っすねんな。はい、もずく。最後ことわざで締めます。なんでそのことわざ締めます？かっこよくない、もうやめても。いいよ、わかった。はい、いいよ、ことわざね。石の上にも。うわー、ちょ待って、なんか聞いたことある。超有名。マジでわかるかも。わかった、これ。マジで当てたい。もう最後締めくくりましょう。石の上にもチャイルド。話題のギャルならうちらだし。でも石の上にもとか聞いたことないんだけど。わかったかも。石の上にも宝。話題のギャルならうちらだし。すぐじゃないよ、時間のこと。はい、石の上にも亀。話題のギャルならうちらだし。石の上にも時計。話題のギャルならうちらだし。どれぐらい待てばいいですか？石の上にも15年ぐらい。話題のギャルならうちらだし。でも最悪や。めっちゃ楽しかったけど、このクイズ大会勉強になりました。めっちゃなった。てか普通にスケピーの理想に近づいてる気する。だって野口やろ。誰でしょう？千円札。野口英世。ほら、やばない？ほら、ということで、みんな聞いて、もうめちゃくちゃ、クイズとかめっちゃ難しかったけど、なんかちょっと、やっぱ頭良くなった気持ちになったし、スキピのしんちゃんがちょっと賢い子は好きっていうことで、しんちゃんにぜひみんな気抜きで回してください。ちゃんと罰ゲームの動画も、いつか上がるので待っててください。ということで、今日の動画終わりたいと思います。みんなのこと大好きだからね。バイバーイ。